今年10月に投票が行われた第49回衆議院選挙は、自民党が単独で全体安定多数を確保しました。自民党は県内でも15すべての小選挙区に候補者を擁立し、12の小選挙区で勝利しました。このうち2つの選挙区は新人候補です。大変な重責でありますけれども、しっかりとその職責を全うしていきたいというふうに考えております。山口さんは自民党の前選挙対策委員長で、当選7回を数えるベテラン山口泰明氏の次男で秘書を務めていました。父親の政界引退に伴い行った自民党県連の公募で候補者に選ばれ、埼玉10区の地盤を引き継ぎ、初めての選挙戦に臨みました。選挙戦ではインフラ整備や国内ワクチンの開発などのコロナ対策の強化を主張。また自身が38歳2児の父という立場から子育て支援策などを訴え、立憲民主党の元職を破って初当選を果たしました。スタジオには山口進さんにお越しいただきました。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。お願いいたします。さあ、まずは今 VTR にもありましたが、初めての選挙戦、はい、振り返ってみていかがでしょうか。今回新型コロナウイルス感染症もあり、また表明がですね、2ヶ月半前という非常に短期間であったんですけども、本当に多くの皆様方にご支援をいただいて初当選をできまして、本当に感謝感謝であります。当選後、父親の泰明さんからは何かアドバイスはありましたか？謙虚にしっかりやるようにというアドバイスがありました。シンプルながらしっかりとしたアドバイスを、ね、いただきましたね。さあ、当選からおよそ2ヶ月、テレタマは山口さんの1日に密着しました。おはようございます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。取材した日は臨時国会の閉会日。山口さんはまず地元選挙区の坂戸駅に立ちました。山口さん、これ朝が早そうな気がするんですが、何時頃に起きてらっしゃるんですか？毎日5時に起きるようにしております。毎日早いですね、はい、これ駅頭にはどのくらいの頻度で立ってらっしゃるんでしょうか？基本的には朝の勉強会がないときにはできる限り朝の駅立ちをしてですね、地域の皆さんの声を聞くようにしております。もう顔見知りの方もいらっしゃりそうですね、うん、その後電車でおよそ1時間かけて国会まで向かいます。お願いします。山口さんは電車通勤なんですか？はい、そうなんです。それは車ですとどうしても渋滞があってですね、時間が読めないので、電車であれば正確に着きますんで、うん、電車の中で見かける方もいらっしゃるかもしれませんね、うん、これから委員会行ってきますんで。午前は衆議院で3つの委員会に出席し、その後議員会館の自室で経済産業省の職員からレクチャーを受けます。どのぐらいの数字をやるかというのが3ページ4ページ、はい、代替手段がないのに、レクチャーを終え、つかの間の休息。昼食はいつもこんな感じです時間がないんで結構コンビニで、お昼を済ませてしまうことが多いです。野菜を多めに、健康重視で。食事を10分ほどで済ませ、午後1時衆議院に戻り本会議に臨みました。閉会後は自民党本部で開かれた2つの勉強会に出席。勉強会を終える頃には午後5時を過ぎていました。お疲れ様でした。お疲れ様でした。これでもう仕事は終わりですか？今日はちょっと地元でまだ会合がいくつかあるんで、これから電車でまた地元に帰ります。すみません、本当に今日一日ありがとうございました。お疲れ様です。その後1時間半地元の会合に出席し、帰宅は午後9時でした。
毎朝5時に起きて、この日の帰宅は午後9時。かなりハードですね。そうですね。これ一つ一つのスケジュールをこなしていくのも大変ではないですか。ただ今 VTR にもありました通り、自民党の会合とかですね、あとは衆議院としての委員会の出席、またレクを受けて、やはり一刻でも早くですねキャッチアップして、本当に地域のために頑張っていきたいという気持ちであります。では大変だと思う気持ちはあまりないですか。そうですね、非常に充実した日々を過ごさせていただいております。そして電車通勤でいらっしゃいましたが、都内に着いてからも国会議員会館、そして党本部と移動が多いと思うんですが、基本的には歩きですか。はい、私の場合はまだ新人議員ですので歩きで移動しております。ベテランの議員さんとかですね、役職のお持ちの方々は車なんですけども、私は基本的に東京にいるときはですね、1日1万歩以上歩いております。おそらく多分地元にいるときよりも東京の方が歩いてるのかなという感じをしておりますが。しっかり歩いてますね、はい、そして議員になられて秘書を務めていたときとは何か違いはありますか。やはりまず秘書はですね、やはり議員をサポートする役割だと思っております。ただやはり議員は自分自身の一票 の議決権がありますし、そしてまた私たち政権与党はですね、私たちが言ったことがですね、本当に政策として反映してもらえる、こういう立場でありますので、やはりその責任を感じております。また新人議員ならではの戸惑いというのもあるんじゃないでしょうか。はい、たくさんありまして、やはり先輩議員との関係というかですね、同じ部屋に入った時の座る位置ですとか、あとは国会もですね、大変に広くてたくさん会議室もありまして、時々迷子になってしまう時もありますので、できるだけ早く時間に間に合うようにいつも私は行くように心がけております。さあ、そして当選してからですが、有権者の皆さんの反応というのは変化はあったんでしょうか。期待も大きいと思うんですが、いかがですか。38歳で今回初当選をさせていただいたということもありまして、やはり本当に多くの地元の皆様方からも期待の声を寄せられているのも事実であります。ただやはり焦ることなくですね、しっかりと一つずつ丁寧に仕事をこなしていきたいと、そういう気持ちでおります。さあ、ここからは今後の活動について伺っていきます。これから国会で仕事をしていく上で最も力を入れたいことは何でしょうか。やはり国会議員としてですね、国家国民のために仕事をする、これがまず大前提だと思います。で、現在自民党、岸田政権はですね、グリーン・デジタルといった新しい国づくりの方向性も進めております。で、また私自身ですね、38歳子育て世代ということで、子育てにもしっかりと、子育て政策にもしっかり、取り組んでいきたいと思っております。ただそういう中において、私の地元はですね、一昨年の台風19号で本当に大きな被害が発生をした地域でもあります。まずはその防災減災、国土強靭化しっかりやっていきたいと思いますし、また昨今ですね、やはり地震も本当に多くなっておりますので、やはりあの時こうしとけばよかったということもないようにですね、スピード感を持って対応していきたいというふうに考えております。そして山口さんは38歳という若さで、その若さも大きな武器の一つだと思うんですが、これからどのように生かしていきたいですか。まずはしっかりですね、フットワークよく、やはり地域の皆さんの声、私の選挙区3市7町ありますので、本当にさまざまなところにですね、顔を出させていただいて、本当に皆さんのお困りごとを解決できるような、そういう国会議員になっていきたいと思います。先ほども少しお話出ましたが、子育て世帯への、ね、支援も選挙戦の時からおっしゃっていました。そのあたりはいかがですか。やはりこれから国としてもですね、子ども家庭庁の創設もあります。で、また働く世代にとってはですね、特に私選挙戦も訴えさせていただいたんですけども、やはり子どもの救急医療の充実、こういったものをやはり子育て世代の目線だからこそ多分政策提言できることたくさんあると思いますので、そういったところをですね、国の方にも現状、そして解決策、そういったものを訴えていきたいと思います。ポジティブなことが聞かれる一方で、政治家の世襲を批判する声というのもあると思います。そうした意見はどのように感じていらっしゃいますか。世襲批判に関してはですね、真摯に受け止めたいと思います。ただ私自身地域の皆さんのために仕事をしていきたい、そして、政策もですね、選挙期間中訴えさせていただきました。そういった政策を一個一個丁寧にまた実現していくことで、
地域の皆様、国民の皆様に認めていただきたいと、そのように考えております。また自民党は野党から政治と金の問題などで説明責任を果たせといった批判を受けることもあります。こうした批判はどのように答えますか？もうそれに関してはですね、本当に真摯に受け止めなければなりませんし、あるいは国民の皆さんがいての政治家でありますので、説明責任はその本人がですね、しっかり果たしていかなければならないことだと思います。どうでしょう、山口さんからご覧になって、今の岸田総理はその説明責任を果たされていると感じますか？一つ一つ丁寧にこなされている方だなというふうに感じております。では最後に、山口さん、将来どんな議員を目指したいと思いますか？私自身ですね、地域の発展なくして国の発展なしということを選挙期間中も言わせていただきました。しっかりとですね、このまずは地域の発展をした上で、そして世界に誇れる国、日本、これを作っていきたいというふうに考えております。では県民の皆さんに一言お願いします。やはり今一番の関心事はですね、新型コロナウイルス感染症対策だと思います。しっかりと地域の皆さんと連携をして、ワクチン接種、そして病床の確保、こういったものをですね、全力で取り組んでいきたいと思います。今夜は10月の衆院選で初当選を果たした自民党の山口進さんにお越しいただきました。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。